状況は悪化していた。代表の信任を受け、町を実質的に支配し始めた企業は警備部隊の意向を無視し、町中に奇妙な兵器を配備し始めた。元より劣勢にあるレジスタンスは未知の戦力の出現に恐怖していた。もはや時を選ぶ暇間はない。その判断にさほどの時間は必要ではなかった。最後の戦いが始まろうとしていた。この会場施設は今は誰も来ない場所だ。通信を傍受される可能性は低い。だが油断は禁物だ。作戦の情報は最小限にとどめ、逐次伝達を行う。地下道を抜ければ水没した沿岸区に出る。まずはそこに向かってくれ。代表か我々か、いずれかが死ぬ。それが今日だ。大丈夫です、レオ。きっと我々が勝ちます。私はあの人の力を信頼しています。もちろんロザリーさんも。褒めても何にもないわよ。まあ悪い気はしないけどね。メインシステム戦闘モードを起動します。トンネル内部にはパトロールの部隊が配備されているはずだ。どの道に行けばない。遭遇次第撃破しろ。最近正規の警備部隊はこんな仕事しかさせてもらえないらしいわ。企業との立場はすっかり逆転してるみたい。システム戦エネルギー残りエネルギーがありません。外だ。ルート情報を更新する。沿岸区は大半が水没している。足元に気をつけろ。シスエネルギー残り 30%。 システム戦闘モード。本気でやるんすか、姉さん。俺は死ぬのはごめんです、マジで。何 RD、 あんた最近暗いわよ。やばいっすよ、さっきから。あんたも見てたでしょ、この間のデカイヌだって倒したじゃん。あの時はやばい気がするって言ったら。奴らお前を始末する気だ。お前にはまだやってもらうことがある。死ぬな。システム戦闘エネルギー残り 30%。 よし、撃破したな。ルート情報に沿って進め。油断するなよ。まだ出てくるわよ、 RD がビビってるから。システム戦闘モード。エネルギー残り3時、エネルギーがありません。システムスキャンモード。システム戦エネルギー残り 30%。
システムスキャンモード。システム戦闘。ミキベル出たわよ。別動隊から通信がありました。ポイント B に敵部隊が集結中。排除を頼むとのことです。タイミングが悪い。あまり時間がない。至急そいつを撃破しろ。やったみたいね。ルートに復帰しろ。ポイント B に向かう。システム戦闘モード。システムスキャンモード。高速に入ったな。ルート情報を更新した。高速内の橋に向かい敵部隊が集結している。そいつらを排除するんだ。レジスタンスの AC です。高速に接近。レジスタンスなどではない。ただのテロリストだ。これ以上代表のご意向に傷をつけるわけにはいかん。直ちに撃破しろ。 AC も出てきたわ。作戦に変更はない。まとめて撃破しろ。システムエネルギーがありません。機体がダメージを受けています。回避してください。撃破を確認した。ルートに復帰しろ。橋に向かってくれ。エネルギーがありません。エネルギー残り 30%。 システムスキャンモード。エネルギー残り 30%。 エネルギーがありません。システムスキャンモード。まもなく目標の橋です。一体の敵を全て排除しろ。作戦の予定時刻が迫っている。急げ。サワン残弾 30%。 エネルギーがありません。システムスキャンモード。システム戦闘モード。残り 30%。 もういないみたいね。相変わらずいい腕してるわ。よし、これで作戦の準備を整った。沿岸区に戻るんだ。そこで次の指示を出す。じゃあ私たちは先回りして準備してるわ。こんなとこもういいっすよ。早く行きましょう。そろそろいいだろう。本作戦の概要を伝える。作戦目標はシティの中心部である行政への侵攻及び代表の拘束、あるいは殺害だ。先ほどの橋をはじめ各所から地上部隊が行政区に侵入しています。行政区内である仕掛けを実行すると同時にこちらから攻撃を仕掛けます。当然あなたにも参加をお願いします。仕掛けは整いつつあります。急いでください。盛り上がってきたじゃん、リーダー。ええ、あなたたちのおかげです。最後までどうか死なないで。そんなうまくいくんすかね。 RD お前暗いよ。エネルギー残り 30%。 沿岸区に敵のヘリが来てるわ。どうやらあんたが狙いみたいね。必要以上に相手をしなくていい。海上施設につながる橋のたもとに迎えを用意してある。そちらに向かってくれ。ロザリー、こっちはもういい。合流地点の準備を頼む。
残り 30%。 エネルギーがありません。迎えに来たっすよ。会場施設の周りは先に見てきたっす。警備部隊の連中はもういないみたいっすね。早く乗ってください。もう準備は整ってるんで。全部ね。